これ撮影朝9時入り、終わったの8時、このムービーのためだけに。ちなみにこれクーちゃんとウルカさんはちゃんとこのパネルをスタジオにこうパッて入れた時に、ウルカさん入り、ウルカさん入ります、クーさん入りますってちゃんとスタッフさんが言ってくれて、で配信が終わ、配信じゃない、撮影が終わったら、クーさん以上で撮影終了になります、お疲れ様でした、でスタッフさんがちゃんと言います。ちなみにこのレーザーあるじゃん、緑色のレーザー、これ本当に現場でレーザーが飛んでるんだけど、目に入ったら目に甚大なダメージを受けます。うわぐわ目が。ちなみにスマホのカメラに当たったらスマホのカメラが壊れる可能性があります。まあ、マジで危ない。ちゃんと周りの人にも当たらないようになってます。これこれって俺これ知らんかったって、当日のリハで知ったって俺。これちなみにね、こっち側の側面、こっち側の側面に実は傷がついてました。なぜかと言ったら、なんかこの日は鎖が当たったって言ってて、何のことか分かんなかったんだけど、2日目何のことか分かりました。多分スレッシュの鎖を投げるリハで鎖が当たってる、スレッシュのこれ見えるか、配信画質でこの白い点々、これ鎖が当たってます。なんかしかも4個ぐらいついてた、あの鎖だから。赤い人、何見に来ましたか。ザカテンありがとうございますこれ汚い。これもし仮にバロラント見に来ててもザカセンって言うんよ、ね、俺は。ほとんどの9割9分の人は今日何見に来ましたか。しかも絶対聞こえてねえしな。あ、でもなんかね、先頭の方はね聞こえてたらしい。ありがとうございます。2階席はね聞こえてないっつってたけど。いやだってそうっすよね。でもね、まあ冷静な中でね、この時間から座って見ててね、座下線見に来てないわけない。ありがとうございます。さあね、ちょっと足がバロランと見に来てるやつ座ってない。早速チームの皆さん、いいよな。でもこの客いじり好きだわ。ありがとう思います。それではまず初めに登場してもらいましょう。誰か一人だけバロって言ってほしかったな。チーム座下線、これあれだよね、荘厳の天球のやつだよね、音楽。これ流れてたんだ。正直この時反対側でセットしてるからあんまり聞けないんだよな。タヌキ忍者歩くの早って思ったけど、初日は俺も早かったんだよな確か。だから俺2日目ちょっと遅くしたんだよな。これ結構距離空いてたな。後ろ見たらライザーもめっちゃ後ろにいたんだよな。続いてはチームザ・シャカ。このゼロストいいよなニューゲームセーブゼロスト
ルーラこの音楽なんだ。あ、こっちか、これか、これか、ここでわかった。パラノイアや。これワールズでも流れてたな。顔決めてる。いや、なんかね、ここね、顔決め、なんかもうキメキメでいけって言われてたからちょっと悩んだんだよ。でもなんか向こうがさ、たぬき忍者がツンみたいな顔してたから、一応開始のモニター自体はあったから。いや、そう、マジここはね、マジでカッコつけてキメキメで言ってください言ってたらね、思ったよりライ様の距離が空いてた。いつカッコつけんのやめたらいいんだろうって思ってた俺。以上の2チームでお届けします。今日はお願いします。いつやめたらいいんだろうって。一人一人つかさ、2日目さ、もう試合終わってんのにゼロストだけ煽り散らかしててマジ面白かったわ。今日いけるかというか勝利ほぼんばってまいり、これマジ好き、これマジ好き。ありがとうございます。さあ、そしてボットレーンの方に行きましょう。問題児のゾウ先輩です。こんばんは。e スポーツオリンピアンにして問題児のゾウ先輩です。2022年12月、横浜アリーナで行われたザ・河川史上初のフライン大会。普通に俺らが一番笑ってるやん。ノイユが率いた激闘はよく覚えてたんだこれ。幕を閉じた。幕張りのやつ。しかし伝説は死なない。2023年ここマジで好き俺これ。激闘は河川の勝利で幕を閉じた。幕張りのやつ。しかし伝説は死なない。2023年、この J アリーナ、子供の頃からの夢の舞台に。しかもさ、ずっとこれ子供の頃からの夢って言ってるけど、 K アリーナできたの1年前とかだろこれ。多分横浜アリーナと勘違いしてる。ここに立ち、雪辱を晴らすために1年間チームザ釈迦一丸となって頑張ってまいりました。チームザ釈迦に応援の拍手よろしくお願いします。ネタでしょ。いや、ちなみにこれマジでゾウ先輩裏から本当に子供の頃から夢みたいなこと言ってました。はい、ありがとうございます。それではこれね、配信だとあんまり分かってないけど、ローコニチュワでめっちゃ会場おーってなってました。でしょう。ジャパニーズコリアユージさんです。ローコニチュワお願いします。あ、でも聞こえてるわ、聞こえてるわ。まあこのわーって言ってるのがもうちょっと、もうちょっと強めに、おーってなった。本物だしっかり抑えていきたいと思います。お願いします。ちなみに、ゾウ先輩、今日、めちゃくちゃ薄着できて、T シャツ1枚できて、で、弁当も一番最初に食ったらしい。二日目のゾウ先輩。ちなみに勝ちに来てた。誰よりも薄いできて、誰よりも早く弁当を食い始めてめちゃくちゃ狙ってて、でもっかいその二日目のさ、表彰式の時にさ言ってたじゃん、なんだっけ、アジリティクロークつってアジリティクローク出てきて、今度はちょっと材質がキラキラになってますみたいなこと言った時、ゾウ先輩の方見て、うわゾウ先輩やんこれって、俺事前に聞いてたからその話、ゾウ先輩やんって思ったら、ゾウ先輩もなんかみたいな、モロタでみたいな顔してた。そしたらダーンって出てきた写真がイエガーさんの、なんか巨人化してるイエガーさんみたいな写真で、俺クソおもろかったんだ。まあめちゃめちゃおもろかった。そうですね、かなりスペースに余裕があってやりやすい、うわーみたいな家がさ、前までやりにくかった。しかもめちゃくちゃムキムキだったんだよな。出馬さん頑張ってください。はい、頑張ってください。体つきマジよかった。バンピック来た。ブルーサイドチームザ河川、レッドチームチームザ釈迦です。お、ヨネバンから入りました。チームザ河川
さあスクリームの結果を受けての場合、ね、なんかうちさバンピック雰囲気なんだよな。いや雰囲気っていうか、いや多分コーチたちの頭の中では決まってるんだけど、やっぱ下々に伝わってない。そしてチームザ釈迦もスクリーム踏まえてのアジールバンからということで、ちょっとこれは大きく、いやワンツースリーバンまでは聞いてんだよな大体。そうですよ、そうですね。さらにはここスクリームのところで活躍していたこうオリアナをどうするのか、あとはゾウ先輩のエズリエルをどうするのか。はい、負け犬か。ここはあ、そうかなりいいって言ってた終わった後に、森に帰るとしよう。バンピックが3ピック目ぐらいから 4-5 番して4-5ピックで、すげえ良くなったっていう話だった。これはかなりいいって。河川ファーストバンフェーズ最後のバン何にするのか。ワンピック勝ったって感じがしたのは、でもどっちかっていうと初日だったな。ジャンもかなり得意とはしていましたが、どうしても父は出んぞ。アリストアワンですか。これはこれが会場で流れてるの受けるな。ゾウ先輩の得意チャンピオンでいくとジンもかなり得意とはしていましたが、多分これ会場で爆音で流れてんだろう。これアリストアワンですか。これはジャパニーズコリアン UG が押しても父は出んぞ。この報いを受けるだろう。さあチームザ釈迦は魔王界をバンします。ノクピックが確かちょっと意外っちゃ意外だったんかな。魔王界かジャーバンかっていう風にね、確かスクリームではなってたんですけれども、お互い開けて取り合ってましたからね。ファーストピックノクさん、ジャーバン飛んじゃねえかなみたいな流れだった気すんだよな。これ受けて釈迦の得意チャンピオンオリアナが空いたということで取っていく。さらにはジャーバンも空いているというところですから、ジャーバンオリアナこの2体を取っていくのが一番このスクリーム高いと思ったんですけど、ザヤを取りますか。ザヤの方を先に取りますか。確かにノクターンが見えてますからね、ジャーバンを取れないだろうと、あとでも取れるという判断ですね。シンドラヤだわ。さあオリアナ、ザヤと北がさあ行くか。行きました。ミスフォーチュン、ナギサッチの得意チャンピオンですね。スクリームもこのミスフォーチュンを使って何度も何度も勝利に導いていましたね。オリアナ取り上げると思った。いや2日目、1日は別にオリアナ、いや俺オリアナ取り上げられてもいいと思ってたし、相手にとってどこまであれだったかだったから。でも俺オリアナ使えないかもなと思ってた初日、正直俺個人はね、そのチームで言ってたとかいう話じゃないけど、対面をかなり意識しましたね。はい、得意のシンドラ。でもね、俺正直ね、ちょっとベーガーやりたかったんだよ。俺ベーガー好きなんだよね。割と練習した中で一番ベーガーが好きで、正直ちょっと取り上げてほしかった。そういうところでいくとかなりこうチームさ釈迦の方が後半戦に、俺ベーガー好きだ、重きを置いている。一方でチームさ河川の方が序中盤チームゲーム最初の方にちょっと有利を取りたいなというような構成を取っているというふうな印象ありますね、はい、さあチームさ釈迦はレルの番を行っています。このところはもうマジでところでかなり得意としてたか。ラカン声でかくね。一方チームザカゼンとしてはラカン、こいつ声でかくね、いう強力なコンボピックがあるのでそこを潰しましたね。すげえ来なかった。かなりサポートの選択肢が狭まってきそうですね、セカンドピックフェーズ。この時点で正直結構勝ったなっていう感じの雰囲気ちょっと出てた、バンピックは。チームザ河川ラストバン、ここもサポートとなると両チームちょっとかなり強そうじゃない。難しくなってきそうです。ああ、休憩も大事だからな。サポートバン4つになりましたね。セカンドバン。かなり俺ら強そう。残ってるのはすでにレナータ、ティアが高いチャンピオンが残っているので、そこを抑えるのか。抑えそうですね。強い。レナータロックインです。ここに対してこれでシャルルの取り上げもあったからな。っていうのがスクリームでもあったので。チームとちなみに悪くない、確か初日はセラフィンの話は出てなかった。ピックにも見えますが、ただセラフィンをここで取るとトップレーンをどうするのかという問題が付きまとってくるんですよね。ちょっとこうフロントっていうところが薄くはなりますよね、やはりメイジサポートですから。そうです。ただ強気に行くのであればここでもうエイドロックスを抑える、チームのことを考えるのであればサイオンであったりオーンであったりと、はい、いうようなタンクチャンピオンが望ましいですね。ただスクリームでは本当にファイター、アゴポリポリほとんどファイターできてますから、アゴポリのマスナが、やはりエイドロックスいきますよね、まあ、割と良くない。そうです、スクリームでは大活躍、まあ、ちょっとガレンで歪んでる感はあるかもしれないけど、こうパッと見のあれでもガレン今強いし、強いはずなのにガレンがいるだけでなんかちょっと歪んでるように見える。今年の世界大会、なぜなのか、
このガレンという両チームの構想チームザ社会込む性能があるんで、やっぱ先入観が決まれるプレイヤーが今。俺この時なんかの設定ができてなくて、いうところではあるんですけど、なんかこれ河川さん来ねえよなって思いながら俺これ立ち止まってなんか設定してんだよな。ですね。そのプレイヤーが今回忍者ブニンジャス、タヌキ忍者とそして雷神。後ろに下がるのは下がったらそのこのサイドに入るのが見えなくなっちゃうから、俺がいなきゃいけないけどいなきゃいけないけどこの設定も変えなきゃやべえ。であそこで設定変えてる。ここでは、まあ、リスクがあるので、うん、無理をせずに自分たちの序盤の動きに切り替えていきましたね。お互いジャングラーはトップサイドからのスタートになりそうですね。さあただちょっと堂々としてたらバレへんやろライジンのやつで、これクズハが、まあ、スキルも使いながら素早くトップレーンに戻っていきます。ウィエリキ実況ありがてえ。早めにどこかのレーンに介入してキルを狙っていくということをする可能性があります。特にボットレーンですね。この4人いるレーン、ゾウ先輩、ジャパニーズコンディア友人のレーンに入っていって有利を作ってあげたいという狙いがあるかもしれないです。なんかセラフィーも声でけえな。攻防が行われそうですが、レベル2を先行したのはチームザシャカ。手荒い札はシャルルを捉えることはできていません。いやただプレッシャーをかけて、まずは有利を取っているのはチームザシャカ。ただここはチームザ河川を何さっきシャルルうまくダメージを取れると食らいついていきます。緊張、いや緊張はね、さすがにね、しないな。レベル2先行してしっかりとジャパニーズコンディア UG が前に出てプレッシャーをかけていった。これによってほとんどボットレーンの有利が確定し、なおかつノクターンの位置も見えたということなので、ジャバンを使うライジンとしては元に無理せず無理をして介入するのではなくて、トップサイドのファームルートに切り替えていったというような流動的な流れになりますね。いいワード多くなぁ。ミッドレーンは体力有利を河川が作り上げています。ライ様が言ってました。ただウェーブ状況的には少しシャカが押し気味ではある。ですから、まあ、ライ様、ライ様に言われました。言われておきました。というところでですね、とにかくこうタヌキ忍者が作るノクターンチャンピオンはレベル6に早くならないといけないというようなチャンピオンでもあるんですね。アルティメットを覚えることによって短距離を一瞬で移動して、おっと2万スネア入った。いや見逃しませんでしたね、ゾウ先輩。2万スネアですね。ただシャルルの使うセラフィン、非常にレーニングでのダメージが出るチャンピオンです。ジャパニーズコリア友人の体力をかなり削っています。トライさせシャルルの動きを止めながら、ただまあボットレはお互い体力を削り合うようなレベルではですね。ポリコレボルマジ好きなんだよ、ね、ただ少し気になるのはやっぱりシャルルのちょっと真ん中ところですね。ここからいや何々は女性ですから、しなければいけない。とアニビアかアニビアは女性ですから、ツーマン、ワンウーマンノックアップ行ったのはタヌキ忍者。トップサイドはライジンが取りそうです。そしてこれトップレーンの状況がどうなっているかですね。このトップレーンの状況次第ではライジンのガンガンが入る可能性がある。狙ってますね。さあサイドのポジションブッシュを取った。ただこれは単リコールモーションにはなっている。3マンノックアップだ。かなり警戒はしてそうです。正確にはアニメは女性ですから2マン1ウーマンノックアップです。ラスト1人だけ取るような動きをしているので、これはガンク無理だという判断でライジンも下がってきましたね。これはウルカいい警戒ですね、はい。自分側へレクサイのやつってそれ白菜だろ。なんだっけ鍋の具材じゃねえのそれ。うん、押し切りましたねクズハ。そしてリコール。マジで意味わかんねえよそれ。そのホップガチで意味わかんねえよ。レベル9、10とレベルが進んでいくとどんどん強くなっていくチャンピオンの2体なんですが、この序盤から本当に意味がわからない。かなり激しい殴り合いだね。かわしたのシースも。いやウルカ。バーシャルシュースかなりうまく取ってましたね。今しっかり丁寧に抑えられてますね。これで CS 差もない、むしろ開いているような状況ですね。若干ですが有利を取ることができてますね。死んじゃうが確か走りだよな。なんかですね、走りっていうか一番有名なのかな。ボットレーンでは互いにリコールを俺は最初のイメージだったけど継続という状況になってます、うん、最初じゃないにしてもなんか割と一番有名なイメージ。コントロールワードによって抑えていたのでプッシュウェーブの状況的にはボットレーン大量のアドバンテージを握っていたチームザ釈迦の方がちょっとドラゴンできるんじゃないかということで近づいてはいたんですけど、確認されていたので無理という判断になりましたね。
ミッドレンダー先にシャカがテレポートを使ってレーン復帰です。河川マナはないですから、こちらもリコールをしそうですね。これお互いにですけど、まあ、やはり最初のワンアクション成功させるかどうかっていうのが本当に重要なんですよね、うん、そこで成功すればチームの士気が一気に上がりますし、失敗するとかなりメンタル的にも苦しい状況になるということで慎重になってますね。さあまだ目立ったガンクの動き等はありません。どちらが先に動き出すのか。ゾウ先輩レーンきつそう。でも勝ってるよな。ここでドレイクスタートしたのはチームザシャカ、ワードを受けているのでチームザカさんも気づけてはいます。それをコントローラーによってクリアしましたね、うん、ドレイクビットの視界はない。このクラウド取った時もな、クラウドじゃない、オーシャン取った時もな、うまくスキルを避けながらシャカがゴールでプレッシャーをかける。その間にドレイクラッシュ成功、チームザシャカです。順調順調って感じだったんだけどな。6ターンがやはりレベル6になるとマップの影響力がかなり出てくる、ゲーム全体に影響力が出てくると。さあスタンを入れますが、続くスキルはシャカステップで回避。タヌキ忍者がレベル6になるまでの時間帯にゲームを動かしたかったというライジンの狙いが一つ成功しましたね。まあ、ステップというよりは一応後ろに引いただけ、うん、そして、ね、そろそろ6になるよと、6になる部分がちょっと見えるんじゃないですかね。一応後ろに、一応味方の方に走っていってるだけ。ヒールを使ってなんとか逃げ切ります。ただこれでボットにはリコールしなければいけないというの状況にさせられそうですね。やっぱロールでステップっていうとさ、前後ろ前後ろ後ろ前みたいな影響が出てくる可能性があるんですよね。スキル当てずれみたいなイメージになってくると、今度トップサイドにドラゴンのようなオブジェクトが湧いてきて、取ると非常に有利になるオブジェクトなんですが、そこに対してボットレーンが揺れるかどうかっていうのも一つこのリフトヘラルドをコントロールできるかどうかの指標になるんですね。なのでこの時間帯でアドバンテージを握ったチームザ・シャカの方がシスメリフトヘラルドの優勢権を得やすいというような状況ではあります。ただ気をつけなければならないポイントとしては、ジャングルとミッド、この2つのコンビで見たときにノクターンの影響力が大きいこと、そしてシンドラがこの時間帯バーストが出ることという点で、うん、チームザ河川の方がちょっと戦いやすくはあるんですよね。ですからそのケアをどこまでチームザシャカが行うかですね。シンドラプッシュ早すぎて真夏使いすぎた。ゾウ先輩とジャパニーズコリア有事を動かしますよ、うん、ヘラルドに備えての動き2人で動かしてヘラルドを徹底的に狙っていくぞと。ただシャルルもついていってますね、うん、ミッドレーンのウェーブクリアを手伝っていきます。河川のウェーブクリア、ただシャカはもう早めにリフトヘラルド前のポジション取り、ライジンも視界を抑えていきます。このミッドウェーブを取ってボットレーンの2人ともレベル6になりましたね。さあシャルルが視界を取りに来る、スキルでは気づくことはできませんでしたが、ワードは置きました。ヘラルドを触り始めたのはチームザシャカ、トップレーンのウェーブ状況もクズハ有利です。これはもうチームザ河川としては諦めてボットレーンの勝ったんじゃないか、処理からターンプレートゴールド獲得に向かうでしょうね。さあヘラルド獲得はチームザシャカ、なんかまあ別に誤差だけど、なぜ我々非常にスムーズにオブジェクトのコントロールを行ってますね、チームザシャカ。ブレードとか CS でも負けてるのかな、一応ローテはしてる。ヘラルド召喚です。河川が今リコールのタイミングということでカバーできるプレイヤーがいないだろうと今仕掛けに見えますね。タックル決まって、さあどうでしょう、1枚はまずは取れた、続けて2枚目はどうかというような川の体力でした。一方でこの間にボットのタブレット2枚獲得できているので、チームザ河川としてもヘラルドを取られた、ローテもいい感じにできてる、ちょっと遅れてるけど終わらせることはできましたね。ミッドレーンで2枚タワープレートを獲得したのがチームザシャカ、ボットレーンで2枚獲得しているのがチームザ河川です。場所の差というのは後に響いてくる可能性はあります。今そのサイドレーンのゴールタワーを破壊したときにかなり多くのゴールドを獲得できるので、サイドレーンのタワーを削ったチームザ河川としてはそのゴールドをうまくウルカであったり河川であったり投げさちだったりとキャリーのプレイヤーに入れていきたい。一方でミッドのタワーを削ったことによって次もう一度同じオブジェクトリフトヘラルドを取ることができればミッドレーンに召喚することによってかなり高い確率でミッドのタワーを割ることができるんですね。ミッドのタワーを割るとトップ側のジャングルボット側のジャングル両サイドに視界の取りやすさという部分で影響が出てくるので、このミッドのアウダータワーを取れるかどうかっていうのがチームザ・シャカにとっては今後重要になってきますね、
今少し視界の話が出ましたけれども、このタイミングですとかなりボットリバーに両チーム手厚く視界の展開を行ってますね。そうですね、この時間帯からそろそろドラゴンが湧く時間帯、1分前という時間帯になってくるんですね。左上の表記に出ている通り、次この炎のマーク、まあ、インファーナルドレイクというのが湧いてくるんですが、このドラゴンをスタックしていくとチームがどん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 バフを受ける、強化されていくんですね。なので早め早めの段階からこのドラゴンを獲得しておくというのは非常に重要なので、ここに対してお互いのチーム力を注いでいるというような状況になってますね。さあリバーの視界を取り返していくのはチームザ・シャカ、先行して動いています。シャルルが少しスキルを使いながらライジン・シャカに牽制をかけていく。まずはポジションを取れているのはチームザ・シャカの方になってますね。さあただタヌキ忍者も寄せてチームザ・カセンも狙っているぞ。渚っちのポジションがかなり近めだ。うざいうざい。さあボット側をチームザ・シャカ、ミッド側をチームザ・カセンというような形でこのドレイク前に睨み合っていきます。ミッドのウェーブがかなり苦しいですがどうするか。さあチームザ・カセンがドレイクを触り始めた。タヌキ忍者が触っている。シャルルは横から狙っているぞ。姿を隠しながらパラノイヤが飛び込んでいって連携した。あっこれスリーバッターがバレットタイム。パラノイヤと獲得、さらに続けてもう一つ。ただショックウェーブの切り返しを見事だ。ただシャカの体力はない。終わった。連携苦しいですがどうするか。さあチームザ・カセンがドレイクを触り始めた。タヌキ忍者が触っている。シャルルは横から狙っているぞ。姿を隠しながらパラノイヤが飛び込んでいって暗いところから飛んでくる。バレットタイム。 AOE のウルトエグすぎる。もう一つ。ただショックウェーブの切り返しを見事だ。ただシャカの体力はない。クズハが降りてきています。そしてそのまま河川を打ち取っていくのはクズハ。キルトレードは2位トレード。さあチームザカセン人数よりはありますが、泣き出しフラッシュアウトしか、それを見てジャパニーズプレイヤーにフラッシュでついていって、シャカがダメージを合わせて持っていく。そしてクズハが2対1だが関係なく、これなこっちに呼んでればまだもうちょっとあったな。これシャカのカバーも間に合ってクズハを持ってきて正確が癒されるのフラッシュいた。ビートドラムのスネアを決めて持っていくのはチームザカセン。中断線長すぎ。それでは勝手にダブルキル復活してきたライジンがフロントを張りますが4対2の形だ。ただそれでもどうだった。ライ様言ってたな、ザヤツだったらいけるって。復活してきたライジンがフロントを張りますが4対2の形だ。ただそれでもゾウ先輩がダメージを出しますライジンが反転しかけていくんですが、ここはタヌキ忍者が抑えます。いや非常に長い長い集団戦でしたけれども、ただだけどこれ何が良くなかったんだろう。これ復活してきたライジンがフロントを張りますが4対2の形だ。ただそれでもゾウ先輩がダメージを出しますライジンが反転しかけていくんですが、コレグの判断が非常に素晴らしかった。ちなみにこっちのチームが勝ってたらシャルさんが切れて、クズハシャルさん用のムービーもあって、でねこれねここで寄ってシャルさんのムービーマジで面白かったんだよな。挟まれるぞというふうにチームザカセンとしては判断して前に行く判断をしたんですね。マジでね狂気を払った映画をしててね、この判断が綺麗に決まって二人まさきに持っていけたシャルさんマジでいいですよ。ただ開始のシャカのショックウェブも素晴らしくて攻めを一旦いなすことができたんですね。その間にクズハが裏を荒らして前から挟み込むような形ができていたというのは大きかったですね。まあ多分どっかで見れるんじゃないかな。渚っちまで取られてチームとシャカ逆転かと思われたんですが、はい、でいいのこれで結果的には6人トレード、長い集団戦だったのでプレイヤー5人のはずなんですけれども6キル獲得していますチームザカセン。そしてその上でドラゴンをしっかり獲得できてますね、はい、ゴールド有利もこのタイミングで作りましたチームザカセン。ただこうなったとしてもチームザライジンとしてはチームザシャカとしてはライジン中心に、はい、やっぱりこのヘラルドに対して仕掛けていきたいと思ってるはずなんですよね。さあどうでしょう、お互いにちょっとボットレーナーをミッドにローテーションさせています。ただちょっとアイテムの完成が間に合わないというところもありますが、チームザシャカとしてはシャカにもうボットレーナーのタワーを殴らせてファームをするような、そういう方向にちょっと切り替えてますね。このヘラルドは勝負するのではなくてですよね、あくまで自分たちが強いのは後半戦。ちなみにシャルさんの方がかなりあれなんかどっかゼータのチャンネルとかに上がってねえかな。
これだ。河川さんが見たんだこれ。マジでいいぞこれ。シャルさんの笑顔マジでおもろいぞこれ。顔やばすぎる。結構ね、狂気的、狂気を感じる集団戦であるというところのちょっと一貫性を重要視したということですね。いい笑顔すぎて逆に怖い。ということでボットレーンのタワーは釈迦がフリーで破壊することができてます。トレードにはきっちりチームザ釈迦としても押し込んでいると。あの笑顔でいつも熟成を殴ってるんだ。さあタヌキ忍者ヘラルド獲得からそのままミッドレーンに召喚していきます。ただライジンがサイドからエンゲージを伺うようなポジション取り。さあこの召喚されたヘラルド3人で抑えていきますが、タックルが決まってあともう残りわずかという体力までミッドのアウトアターを削りました。チームザ河川、チームザ釈迦としてもギリギリ、タックルを制限できる位置かと思われたんですけど、はい、ちょっと間に合いませんでしたね。ただここからはもうヘラルドも終わって、はい、バロンもまだ湧いてこない時間帯なので、今の段階でいうともう次2分後に湧くドラゴンがまた集団戦のポイントになってきます。なのでここでおそらくここに集まってくることになると思うんですけど、そのタイミングでどちらがうまく5対5を制するかというのも重要になってますね。いや現在のゴールド状況で見ると勝った試合だけ見てえな。河川が勝ってる、さらにはジャングルとトップタヌキ忍者ウルカも早めのライジンクズハに対してしっかりとゴールド勝てているというのがチームザ河川としては非常に大きいですね。さあドレイクまで1分となってきます。この1分前の時間は誰の準備という点でいくと確かに違いました。ファークルさんからのお話、やべ終わっちゃった試合。さあバローへ向かえる。ここなドレイクじゃギャップ強なのでドラゴンスタックだったりドラゴンの河川としてさせないためにもチームザ釈迦の方に入って、ここじゃねえ、ロン側の視界1個前だキーポイント、チームザ釈迦、あれそうです、ね、1個前だよな。あ気を抜くと逆転されてしまい、たちが強いのは後半今のじゃない気がする。ドレーンの主導権だ。これ出てきたと思ってない。さあそこにフラッシュインから突っ込んでいくのは。じゃこれは違う。これも違う。やべこれ負けるやつ。動きを止めてますが、パラノヤこのままエンゲージいったかフェザーソロで上と飛び立っていったが出てきた。これ4人だ。痛い。決戦場バックライを抑えてなんとシャルルを持っていく。さあライトのこの連携のしかという様子だ。うん。をしていくと。おおクリポート河川ですけど、釈迦側としていて難しいんで大きいですね。姿で一切同時にったりドラゴン、そろそろ投げサッチがミッドに体力回復完全に上がって側に流れてきて、ここまで始めたのはチームザ河川だ。さあラッシュの判断になってきますが、これに気づいているのはチームザ釈迦、寄せてくる。しかしパラノイア、これタヌキ忍者うざすぎた。入っていくライジンにアンコール、さらにはミナハドスターを入れているのは河川だ。そしてタヌキ忍者がバックラを抑えている。敵対的買収でフォローアップしているんですが、タヌキ忍者がストップウォッチを打ち勝っている間にまずは手前から落としていくのはチームザ河川だ。ライジンを打ち取った。そしてダーキンブレードスーマンロックアップ、クータのジャパニーズゴリラユージを打ち上げている。ゾウ先輩逃げるためのフェザーソーの上に近づいていますが、ウルカワールドインターだ。そのままバロッ参加取れたねとしても他のメイジと比べる最悪だ。決戦場これだ、なかなかちょうどこれミッド舐めた位置出てきたら捕まえようみたいなしてたら投げさつできて、これが見たみたいになった気がする。その後は4対5でも勝てると思ったらしい。ライシンへと飛びついていく。さあそこにアンコールも合わせていくが、エグすぎマジで。おっとさあ DJ ソン出すぞ。決戦場を狙う合わせるゾウ先輩のフェザーソムからのブレードコーラ。ここのゾウ先輩最高に ADC っぽい。回復量やばすぎだろ。このタイミングに合わせてさあ DJ ソン出すぞ。合わせるゾウ先輩のフェザーソムからのブレードコーラ。なにこれ、なんでこの回復してるの。えこれサラブブレイカーこんな回復すんの。ただそのまま前に出てくゾウ先輩、ゲルフォークも絡めてシャットダウン。あ、こわとりか。さらに続けてのライジン投げて打ち上げて合わせさまじい体力の回復を見せた。ここのゾウ先輩最高に ADC で好きだ。ゲルフォークも絡めてシャットダウン。さらに続けてのライジン投げて
打ち上げて合わせたトリプルキルはゾウ先輩チームザシャカ51トレードエース獲得6000ゴールド7000ゴールド差あった集団戦ゴールド差が先ほどのファイトでフラッシュ3つかけていきたい見事でしたねいやっ部になりましたね、はい、さあドレイク触り始めたチームザシャカしかしここはパラノイア使ってタヌキ忍者ただ敵対的買収して手洗い挨拶で時間を遅らせながらここにアンコールただこれはクリティカルには決まっていないぞバレットタイムライジンが受けるような形ですがストップウォッチさあシャカの勝負またしても3人エイトルやばすぎる2番時間を遅らせながらエイトルやばすぎるシャカの勝負には決まっていないぞバレットタイムライジンが受けるような形ですがなんか俺気づいたらすげえ前出てんなこんなに前出てるつもりないんだよな俺はただ弾を置こうとしてるだけなんだわゾウ先輩ストップウォッチ間に合ったそして緊急支援をもらってながらダメージを返していきますがフルカが耐え切ってシャットダウンライジーは決戦上昇してフラッシュを使っていくですがタルキリンジャーを追っていって抑えているくるくると回ってるクンダーのダメージここは闇の旗で突き飛ばしていくがなんとかクンダーが持っていったタルキリンジャーですがしかし加勢マルクの本流でクンダー持っていってキルトレードは3人トレードかいキープがこれでいくこと相性がいいがその多い中で10秒間にラッシュこれは10秒前のタイミングということもあってここもこれクラウド足早すぎバランがもうすぐ湧いてくるこれクラウド足早すぎリバーの視界が全く取れていないんですが10秒前のタイミングということもあってこのきっぱり諦めてミッドの響いた狙いに行ってますねもう全員でプッシュしますチームザカゼンさあチームザシャカはパロンラッシュこれはもうオブジェクトのトレードになるどこまで取れるかチームザカゼンちょっと早いなミドルインヒビターターそしてインヒビターまでは取れましたゲームエンドを見ているのかバロン獲得のコールは流れたバロンリコールは早いんですがネクサスはライン壊れたさあ2本目は破壊したぞアンコールアンコールに来ました横からまだチャンピオンダメージを出しに来ますよチームザカゼンが押し切ったネクサスを破壊し勝利したのはチームザカゼンです余裕で負けますよ。ゲーリームザシャカが逆転というし。ギャー